今回ご紹介するのがね、ここのアンチですね。これね、地面潜り攻撃絶対当たらないんですよ、この屋根。今んとこね、もしかしたら例外あるかもしれませんが、今んとこ大丈夫なんで、ここおすすめします。で、地面潜ってるところ撃てば、普通のね、攻撃モードに変更が入ります。でね、唯一欠点なのが、ここね、普通にゾンビ湧くんすよね。このゾンビたちがね、どうしようもちょっと捌けないっていうところがあるので、そこだけ注意していただければなと思います。ね、地面潜ってるときは地面をこういう風に打てば止めることができます。どん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 打っていきましょう。このね、弱点ですね。青いところ、紫色のところ打っていきましょう。オッケー。まずいて。また地面潜ったんで、その先ですね、相手先を打っていくと。オッケー。オッケーか?出てきたね。これをしないとね、止まっちゃうんで、回復してね、そのまま消えてっちゃうんですよね。なんか俺のあれはバグなのか塩なのかちょっとわかんないんですけど、とにかくあれを撃たないと、地中からね、出てこなくなります。わけがわからない。さあ来るぞ。危ない。オッケー、止めたかな。オッケー、オッケー、オッケー。オッケーオッケーオッケこれ回復中は近づかないとダメっぽいですね。
なんで、上からずっとはダメっぽそうだね、これね。おお。いたのか。おお、生きてる。なぜか生きてる。まずい。よいしょ。いってー。ほうほう。どこだ？いたいた。ここら辺でアーマーとか出てくれたら嬉しいんだけども。これか、これ壊さなきゃいけないのか。違う？なんだこれ。何ターン？やべ、今度こそ消えたか。いや、いるー。見えたらこっち行けばいいのかな、多分これ。うわっちゃい、やべ、タイやられた。これ行かれたか。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。パラシュート開いてる。うわー、バグってる視点が。あ、やべ、これやばいかも。これやばいかも。これやばいかも。パラシュート開けば大丈夫。オッケーオッケーオッケー。攻略方法見つけたわ、これ。パラシュート開けば大丈夫だ。ただ、ダメージがやべ。おっぷねー。残り8分間に合うかな。湧いてくる。よし。で、食われる。で、パラシュート連打。中に入ってる間ね。パラシュート連打。オッケーで、一瞬出てくると。オッケーオッケーオッケー。明らかにこれ、なんか違うような気がするけど、でもこれならいけ、うわ、やべ。うわはー初ですまずい。回復してる。行くぜ。さあ、これで止めた。止めたらすぐ逃げる。あぶねえ。よいしょ、出てきた。いや、マジでわからんタイミングが。
あ、ね。やっべ、これマジいいかも。さあ、連打。オッケー、間に合った。ほほほほほほ、危ねえ。まずい、危ねえ。いや、間に合わねえかな。出てきた。よいしょ、アップねー。いや、いけるか、これ。ギリ吉、お、来た。待って、インスタ。まずい、こんな時に捕まっちゃった。まずい。アップねー。いいポジション。これ、インスタの時の、殺しやすさプラスみたいな入らないか、こいつ。もしかして。待って、いけんじゃん。いけたー、よっしゃー、オッケー。残り1分14秒で、自己巣を使い切ってギリギリ討伐いたしました。オッケー、ソロでクリアしたの、これマジで俺初じゃないか？長かったー。ザスコーチャーのケースも一応入手できると。いや、長かったー。